それでは文学部行ってみたいと思います。まずは第一問、名句小柱。まあ、ちょっと難しいですよね。ただそうは言っても皆さん文章短いですので10分で、理想は14問中10問、ただ9問ぐらい取れてれば OK かと思います。それでは続いて内容1、これは空小柱に比べると解きやすかったかと思います。まあ、1対5分ずつで15分で、10問中9問以上取れた方結構いらっしゃるかと思います。ただまあケアレスミスもやっぱり起こしますので、10問中8問ぐらい取れてればおのし。さあ続いて文挿入問題。まあ、ややなと感じる方半分以上はいらっしゃるかと思います。でここは時間かけて OK ですね。で理想は7問中5問、ただちょっと崩れた方もいらっしゃるはずですね。ですねこれちょっと解説の方を見ていただきましょう。サミさん第一句、まずは空欄25番です。デビさん、アダム・スミスの話なんですが、これ自分の世界に入り込んじゃって自分がどこにいるのか忘れてしまうんですよね。デビさん、お庭の周りを歩き始める。でこのあたりと皆さん言い換え可能な選択肢が見つかったかと思います。でもちろん選択肢の H ですよね。さまよって歩き続けている様子が伺えます。で皆さん、自分がどこにいるのか忘れてしまう、その具体的な話がこのあたりですね。まあ、次の街までたどり着いちゃってると。ですからそのあたりと言い換え可能でございますので、空欄25番の正解は H ということでよろしいかと思います。で皆さん、続いての段落、空欄26番でございます。で皆さん、これは空欄の右が1で受けて、それのおかげで皆さん現代の経済の父、まあ、そういうふうに呼ばれるようになったんですね。でおそらくそれをヒントにしたかと思います。で皆さん、段落一番最後に皆さん書籍の名前が記載されてますね。でそれで選択肢の C、 皆さん著名な書籍、この波線部分とつながりますよね。そして皆さん、その右側、皆さん経済の歴史と書いております。でそれを語った書籍を表したわけですから、こちら経済の父につながりますね。ですから空欄26番の正解は C ということでよろしいかと思います。そして皆さん、ツイートの段落、空欄27番、これは空所の右側 Not A But B になってますよね。で当然筆者の主張は But の右側、なぜ皆さん新しいアシスタントを雇うのか、それ皆さん友達に仕事が必要だから、つまり友達を助けるんですね。でそれ皆さん、それが文末でございますが調和につながるんですね。でそれと言い換え可能な選択肢と言われたら、皆さん選択肢の A のこのあたり、皆さん Instead of、これで皆さん対比を表してますよね。で皆さん、instead of の右側、このあたりではなく後半点点点。そうです。instead of を使って筆者はこっちを言いたいんですね。筆者の主張はこの後半。で皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、パン屋が他の近所の人たちですね。近隣の人たちを助ける。まさにこの調和な話とつながりますね。ですから、空欄27番の正解は A ということでよろしいかと思います。で、続いての段落、空欄28番でございます。皆さん、先ほどの段落は調和、つまり他人のために頑張ると、そういう話をしていたんですが、皆さん、スミスは反対になっちゃってますよね。逆さまの意見を唱えております。で皆さん、これ空欄の右側見ていただきますと、やっぱり皆さん Not A But B、 筆者の主張は But の後ろ、他者のために頑張るんじゃなくてまずは自分のことを考える、そういう論を唱えてるんですね。でそれで言い換え可能な選択肢と言われたら、選択肢の B、 皆さん Self Interest、 まあ自己中心的な発想ですよね。そうした視点から活動することによって社会が良くなる、まさにこの波線のところを言い換え可能でございますので、正解は B ということでよろしいかと思います。で続いて空欄29番でございます。でこれは空欄の右側、どっちでもいいですよ、まあどっちになるかは重要ではないって言ってるんですから、どっちか、つまり A なのか B なのか、肯定なのか否定なのか、そういう選択肢が見つかってますね。そうです、選択肢の G ですよね。そうである人もいれば、そうじゃない人もいるということですね。ですから Either way、 これと言い換え可能でございますので、正解は G ということでよろしいかと思います。で最後の空欄30番ですね。で皆さん、これは空欄右側に結局 Self Interest、 まあ自己中ですね、それが社会のハーモニー、調和につながる。で皆さん、それといけそうなのは選択肢の E ですよね。 Not A But B、Butの右側に筆者の主張が隠れてますよね。自分にとってベストなことをするんだ。で、なぜなのかということですが、皆さん、これ空欄の左側ですね。当然人間同士、お互い分かっていない存在ですからね。知らない人同士でございます。で、その知らない人同士という表現が、この選択肢の E の Strangers、見知らぬ人。で、皆さん、これにもつながりそうですね。ですから空欄30番の正解は E ということでよろしいかと思います。で、皆さん、最終段落はサッカーのチームと経済の話。もちろんそこには違いがあると書いてますね。で特に皆さん、サッカーのチームであれば、皆さんマネージャーさんがちゃんと手を貸してくれると、まあ、そういうふうに見えるんですね。ですが一方で経済においてはそういうものはない。で皆さんご存知かと思いますが、見えざる手、そういうもので社会が導かれる、
ですからこれが選択肢の D につながっていきますね。そうです、文頭 No one tells、 まあ誰もわからないと。でパン屋さんがどれだけパンを焼くのか、寿司屋さんビールを醸造する人がどういうビールを醸造するのか、それは誰もわかりません。つまりそこに見えざる手が働いていると言い換え可能でございますので、クーナー31番の正解は D ということでよろしいかと思います。で続いて会話の問題、まあ、1問目からちょっと難しいんですね。ただあとはなんとかなるかと思いますので10分で7問中5問取れてれば OK で、7問中4問取れれば合格圏内で、最後は要約問題で、これはやりやすいですね。まあ10分以内にさばけるはずです。でポイントは2点ございます。でこれは後で解説しますね。でその2点あるうち1つだけなんとかな書いてればですね、まず合格圏内。セミさん、本部の全体像はこんな感じでございます。セミさん、説明の指示がこちらですからね。ゆっくり読むことが知識を広げる。で、その理由は何なのか。で、そのゆっくり読むという話が多分どっかに出てくるんだろうと思って、皆さん1文目から読み始めると、まずはスピードを上げる話が来ちゃいますよね。で、スピードが上がると理解力が下がる。で、皆さんまた読んでると、スピードが上がると理解力が下がる。で、皆さんもうここで決まりますよね。つまり、早く読むのと遅く読む。対比の関係バッチリ。ですから、スピードを上げると理解力が下がるわけですから、ゆっくり丁寧に読むと理解力が上がるんですね。つまり理解が深まる。ですから一つの回答例としてこんな感じで OK ですね。ですからポイントは2点。一つ目は理解。Understand。そして理解力が深まるわけですから Deeply。もしくはそれに準ずる言葉ですね。それが書けてあるかどうかを確認していただけるとよろしいかと思います。ではさ、こんなペースで進めることができれば65分。まあ、なんとか20分は余りますよね。ですから余った時間でもう一度見直し。で、そうすることでこの点数に近づけることができるかと思います。で、皆さんこの理想の点数を足すと40分の31。で、少なくとも40問中26問。まあ、65% 取れてると同じですね。まあ、ギリギリセーフと考えていただけると OK。で、皆さんこの点数と皆さんご自身が取られた点数、見比べていただけると OK です。で、皆さんこの後人間科学部へ移りますね。すみません、人間科学部行ってみたいと思います。まずは第一問、内容1。まあ、割合はこんな感じですよね。で、1台5分ずつで合計40分。で、皆さん25問ございますが、まあ、23問ぐらい取れた方も現実いらっしゃるかと思います。ただまあ、ちょっとケアレスミスとかもございますので、なんとか6割ですね。25問中15問ぐらいで収まってれば OK。で、第2問目が全知。まあ、これは例年に比べると解きやすかったかと思います。まあ、知らないものを除けば、サクサク3分ぐらいで解けましたよね。ですから、15問中13問以上取れてる方、いらっしゃるかと思います。で、皆さんミスったとしても3問ぐらいの収まりそうですね。で、皆さん、まあ、ちょっと間違ってもいいなと思うものは、一番最初の問いの26番。で、正解は I の out ですね。bring out。脂質などを引き出す。で、次に間違ってもしゃあないなと思うものは問いの28番。皆さん、空襲の左、elaborate。で、皆さん、これに続くものと言われたら、on。選択肢の H が正解。で、うにゃうにゃを詳しく述べる。で、次に間違えてもしゃあないのは34番。by profession。まあ、職業は。ですから、15問中12問は取りたい。で、最後は正誤問題ですね。これも例に比べると非常にやりやすかったかと思います。ですからすぐ間違いの箇所を発見できますので2分。ですからほとんど間違えていないんじゃないでしょうか。ですからケアレスミスも2問ぐらいまでだったら許される。で、皆さんこれで合計45分。まあ、倍残っておりますので、もう一回内容1問題は再検討と。そういう流れでいけそうです。で、皆さん50問中45問。まあ、90% 以上取れている方いらっしゃるかと思います。で、皆さん35問ですね。まあ、7割ぐらいはなんとか取れてるんじゃないですか。まあ、それだけ取れてれば合格圏内。ですので、受験された方、この点数と皆さんご自身の点数、見比べていただけると OK です。で、まもなく公表終わりでございますので、で、この後何かご質問等々ございましたら、コメント欄活用なさっていただけると OK です。ということで、キッポ待ってまーす。